にちは、はるあんです。今日はリンゴのロールパンを作っていきたいと思います。リンゴを甘く煮たのにふわふわのパン生地にくるくるっと包んで一緒に焼き上げるととっても可愛くて美味しいパンになるんです。それでは早速作っていきましょう。はい、まずはですね、もうリンゴのロールパンなのでリンゴを使っていきます。今日はリンゴ大きめの1個使いたいと思います。リンゴは皮を剥いて一丁切りにしていきます。リンゴが切れたら深めのフライパンに入れます。よし、そうしたらこの中に蜂蜜とレモン果汁を入れていきます。蜂蜜は大さじ5杯入れていきます。でもし蜂蜜がなかったらお砂糖でも大丈夫です。レモン果汁は大さじ2分の1杯ぐらい入れます。ヘラでよく混ぜます。そうしたら火にかけていきます。火を中火にかけたら炒め煮みたいにしていきます。リンゴを炒めつつ煮ていくって感じです。いい感じに水分が飛んでリンゴもヘナヘナーとしてきたんで火を止めたいと思います。次は一次発酵を終えたパン生地に、リンゴをねくるんでいきたいと思います。で今回私はホームベーカリーでやってもらいました。パン生地の分量はこんな感じです。強力粉が 200g、 薄力粉 30g、 砂糖 20g に塩が 4g、 バターが 20g にドライイーストが 4g で、水分となる牛乳は 180ml です。ちょっと3分クッキングっぽいですね。手ごねでやるという方は概要欄にリンクを貼っておきます。なので過去の動画なんですけど参考になると思うのでぜひ見てみてください。台の上に取り出して台とパンの表面に打ち粉をしました。こうするとくっつかないです。そうしたら綿棒で伸ばしていきます。20×30 ぐらいの大きさにします。さっき作ったリンゴの甘煮ですね、これをパン生地の上に乗せていきます。ここの部分にはちょっとリンゴの甘煮は乗せないようにしてください。こんな感じで広げていきます。そうしたら開けてない反対の方向からくるくるっと巻いていきます。手前をくるっとこういう感じでやって、リンゴの水分がついちゃってうまく閉じれない場合は打ち粉をちょっとそこら辺にしてあげると打ち粉が水分を吸ってくれるっていうか、なのでやりやすくなりますよ。くるくるっと巻けたらですね、マフィン型を用意します。マフィン型がなければちょっとしっかりめのアルミのカップとかでも全然大丈夫です。はい、そうしてこのくるくるっと巻いたパン生地たちを6等分していきます。絞ったタオルを上にかけて乾燥しないようにこのまま室温で置いておきます。はい、そうしたら180度のオーブンで12分から13分焼いていきます。あ、甘酸っぱい感じの香りします。甘くて美味しい、すんごい美味しい。いやこれは止まらないな。結構発酵時間少なくて済むし、成形もすごい簡単だからとってもおすすめです。パン作り初心者さんも全然できると思います。なのでぜひぜひ作ってみてくださいね。
ネル登録。